きましたけどね。まあ、当然やはりなくてね。惣菜でもね、エビチリはあったんですけど、エビマヨやっぱないですね。っていうところでですね。アイス買ってきました。飲み物がもうすぐ切れるんで、麦茶もね、買っておるけど。なんか島にかかる空気バンバンになってますけどね。会長方面に戻ってって、銀行寄るなあかんで、銀行寄りがてら、そこら辺コロコロと回って、締めになるんじゃないかな。なんかそのまま終わって感じがするな。やべえな。せめてもう一個ぐらい行くとかと。こんなクッキー屋の、クリームのバーあるんですね。いいですね。クッキー&クリーム一番好き。ハーゲンダッツでも一番クッキー&クリームが好きですね。結構大きい。いいね。うん。ちょうどいい。これ美味しいな。いいな。しかも100円ですからね。安い。これいいや。ちょうどいい。もう完全に締めにかかる気分まんまになってますけど。よし、くたくた。ってことでね。やっぱ、よか、市街地の方に戻ってって、近郊の用事済ませて、ATM を回って、ついでに、あっちの方行ったらセブンイレブンもいる。考えてみたら、こっちの方でもう全然ないんですよね、セブンイレブン。案外、ないところにないですからね、セブンイレブンは。そういうような感じで、回っていきたいと思います。まずいよ。さすがに1個じゃまずいもんな。でも、この後補充ってあんのかな。よし、もう一発補充あると思うんだけどな。うわ。
よいしょ。出張しちゃう。